広島ニュージーランド村と高宮二時の家族村。広島ニュージーランド村は、広島県秋田田市にあった農業公園風のテーマパーク。園内の一部施設が第3セクターで、残りは株式会社ファームの直営であった。1990年7月、高宮町が誘致し会場。緑豊かな自然の中で、ヤギや羊、ポニーなど動物たちとの触れ合いのため、 ポニーやサラブレッドに実れる乗馬場が設置され、羊ショーや羊のレース見物などもできた。その他、ドッグレース、パンチーズなどの手作り体験工房、スーパースライダー、ファンタジーボート、ミニ列車95などのロマンチックな遊具などがあった。広い園内には周遊バスも運行されていた。おとぎの国のような建物のほか、レストランやバーベキューハウス、日本庭園もあった。 土地建物はファームの所有であった。ちなみに、このテーマパークが縁で、高宮町はニュージーランドセルウィン町と姉妹提携を結び、市町村合併後は秋高田市が提携継続している。小原市の国営美北丘陵公園などとの競合により、利用客は伸びず、2008年8月31日をもって閉鎖した。跡地は太陽光発電設備。 ウエストニュージーランド村ソーラーパークとなり、高田市とウエストホールディングスとの事業提携により、2016年3月より稼働している。テーマパーク時代の建物のいくつかは撤去されたが、メインゲート等の主だった建物は残され、地域住民に開放し活用してもらう予定としている。広島県秋高田市高宮町原田2743の6大人600円。 子供300円平日9時30分17時、休日9時17時30分休円日なし。ありがとうございます。